はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールです。札幌の冬物語、日本の冬ビール、アルコール度数が 5.5%、これ生ビールですね。結構なんか冬なんちゃらとかいうのが最近出てきたんですが、これは第3のビールではなく、普通の生ビールということで、原材料が麦芽、ホップ、米、コーン、スターチとなってます。これは麦芽 100% ビールではないですね。今日のつまみはですね、はい。硬派な俺の冷ややっこっていう、まあ、なんだっけ。男前豆腐株式会社のやつですね。冷ややっこっていうこと。まあ、これも二つで、この、ね。250g が2個で100円ぐらいだったと思います。それでは、飲んでいきたいと思いますが、冷凍庫に入れといたためですね。安定の、ちょっと入れすぎたな。凍ってる。あら。まあ、いっか。ちょっと、シャーベット状になってますけどね。まあ、いい。まあ、いいわ。いつも入れすぎちゃうんだよな。かといって冷凍庫に入れとかないと、冷たくないんですよね。今日は暑いんですよ、とにかく。今日はね、ものすごく暑い。30度ぐらいいってんじゃないか。今日は暑いんでね。冷凍庫に入れとかないと、ちょっと、個人的には、あばば。ね。なんか泡がね、なんか固まって出てきたんですけど。なんかシャーベットになってる。とりあえず、冷ややっこ食べよう。冷ややっこと。はい、冷ややっこ。ですね。それではいただこうかな。いやー、10月になってから冷ややっこを食うとは思わなかったぜ。てか、こんなに暑いと。うまい。さっぱり。これは、男前豆腐にしては結構さっぱりやつ。さっぱりやつですね。そんじゃ乾杯。この冬物語。値段が、いくらやったっけな。まあ、180円ぐらい。だとは思うんですけど。美味しいです。あ、美味しいですね、これね。ちょっと凍ってるのが難点ですが、まあ、多分凍って凍っててもっていうか、凍っても凍ってなくてもね、ぶっちゃけあんま変わんないですよ、味は。多分。俺の予想から言うと。おそらくね。だいたいこれ何が冬物語なのかが全然わかんないんですけど。どういう意味なんでしょうね。ちょっとググってみましょう。
そのうちに溶けるだろ。札幌冬物語と。日本の冬ビール。冬のビールならではの、深みのあるコクと爽やかな喉越し。1988年に発売当時の味を再現しつつ、きめ細かいクリーミーな泡を実現しました。なるほどね。うん。確かに、まあ、でもやっぱ札幌だな。これ結構苦くないですね。甘いですね、やっぱね。うん。でも結構香りが、ああ、結構コクありますね。あらま。あらま、結構美味しい。てか、ちょっと待って。これ、あれだ。この、真空断熱タンブラーで飲むのは多分あれだ。凍ってるからね、ちょっと溶かすべく普通のグラスに注いだ方が多分いいでしょう。うん。確かにね、きめ細かいですね、泡が。うん。ちょっとクリーミーな。これ美味しい。うん。まあ、でも、冬にビールって、飲みますかね。俺基本的に、まあ飲まない。冬は。冬はだって寒いんだもん。だって寒いのは俺苦手なんだよ。飲まないです。アイスみたいになんか暑い部屋にして、あったかい部屋でビールを飲むっていう、そういうのも、アイスだったらまあわからんでもないんですけど。ビールで、それやる。ビールだと、それは、うん。ちょっとないですね。少なくとも。アイスだと確かに、あったかい部屋でアイスを食べるっていうのは、まあ、わからんくもないけど。まあ、俺の場合は、アイスを食べながらコーヒーを飲む。あったかい。熱いコーヒーを飲みながらアイスを食って。そういう感じかな。うん。今日は暑いからいいけど、別に冬だから冬のビールを飲むって言っても、ちょっとそれは、ね、ちょっと冬にはビールは飲まないですね。もう秋でもなんか寒くて嫌になってくる感じだから飲まないけどね、うん、まあやっぱり夏でしょうね。夏、ああでももう夏も終わりか。もう10月だもんな。うん。あ、そういえば
今日俺の誕生日です。うん。今日で26歳。ね。うん。まあ、年は取りたくはないんですけど。26ですから。ね。そろそろ、ね、結婚しろと。まあ、言われはしないですけど。ね。いい感じですけど。結婚はする気ありません。うん。だいたい相手もいません。相手もいても多分、相手いたとしても多分しないですね。今まで結婚したいっていう相手は、一人しか出会ったことはないです。あと全員、クズです。あと全員女はもうダメですね。はっきり言って。まともな女はいない。うん、ゴミばっかり。ゴミ女ばっかりですね。会社の人間も、大半、ババアとか、ばっかですしね。結婚してる人間ばっかです。結婚してなくても、まあね、と。ダメですね。まあ。まあ、その一人、結婚したかった一人も、振られましたからね。うん、告って振られて。告ってって言ってもメールで告っただけなんです。メールで告って。ね、振られまして。プギャーという。プギャーということで。ね。仕方ない。これが現実ですよ。所詮。俺みたいな。ね。人間には、あんなね。人は合わない。ということです。まあ、どんな人間かって言うと、その子は、俺がフォローしている、ミヤスケっていう人ですね。に似てる人です。ものすごく声が似てる人です。うん。ものすごく、声が似てる。ついですねって言っちゃった。これやばい。やばい、もうあの人結婚してるから。その宮助っていう、まあ、動画うっぷ主ですね。あのね、ものすごく面白いですよ。あの人の動画。特にまあ、主にドラクエ配信し、動画アップしてますけど。ドラクエ3とか、ドラクエ8、ドラクエ6。で、今ドラクエ5を今、やってる最中ですね。とにかく天然のアホキャラ。アホな女の子ですね。ものすごいです、あれは。面白い。ね。声も可愛いし。やっぱ女は、アホな方がいいよね。賢い人より、アホキャラが絶対いいです。アホな子は。結婚するならアホな子ですね。これは。結婚するなら天然系のなんかゆるキャラのアホキャラがいいですね。俺は。なんか、賢い女ってなんか、確かに旗から見る分にはいいけど、付き合うとなると色々と勘ぐられそうで嫌ですね。なんか、打算的な女みたいな。賢い女は、ね、多分、あんまり持ってないんじゃないかと。ね。逆にね。
で、まあ、うん。まあ、料理が。やっぱ何ができても、料理が、ね、できないとちょっと、ね、あれですよね。あと別にできなくてもいいけど。ね、結婚したらやっぱりあれでしょ。うまい飯を食いたいですよね。とりあえず。仕事から帰ってきて。うまい飯を食いたい。うん。まあ、そんな感じですけどね。基本的に結婚はなんかめんどくさいから。いちいち相手のことを思わなきゃいけない。めんどくさい。気づかなきゃいけないからめんどくさいね。付き合うにしても、結婚にしてもめんどくさい。ということで、この冬物語。四つ星。です。まあ味の総評としては、まあ苦くないの札幌の、ちょい、いや、どうだろう。苦くない。いや、札幌にしては割と苦めな気がするね。で、コクも結構あって。うん。で、まあ。ということです。